冷戦の彼女、星2。サオ役の主人公はゲームがくっそ上手な高校2年生の池袋のゲームセンターでバイトしているオス。そこにだらけなマズというゆるキャラが大好きなのんけのオス好みのキャラで、あのクソ美人のやから風な JK が現れ、だらけなマズグッズを入手するためにサオ役のバイトにレクチャーしてもらうという漫画。漫画的にはクレーンゲームの仕組みだったり、クレーンゲームの商品の取り方といったゲーセン攻略法を小ネタとして教えつつ、メインはこの JK のパンチラだったり揺れ動く巨乳の作画であり、のんけの人族のオスの実用書としてよくできている。舞台に池袋を選んだところもベネであり、このやから風の JK が現れそうな場所であり、1話で現れるやからネタもやから率が少ないバッキーヤではほぼ起こらないイベントなので場所の選択が合理的。金髪ちょいヤンキー入ってるやから風 JK が大好きですという作者のフェチがとてもよく感じられるし、パンチラやラッキースケベの作画の気合の入り方だったり、中盤以降はゲームのクレーンに擬人化させたり、キャラクターに擬人化させてビーチク見せたり、ヌルヌルさせたり、ケフィアさせたり、やりたい放題を始める部分がくっそ面白く、ほぼ実用書。最終的にはハーレム候補は3人にまで膨れ上がるが全員巨乳なのでフェチ漫画。最後に俺たちの冒険はここからだという感じで終わって、あれ、打ち切り？と思われるオチだが、打ち切りではなく、やりたいネタは全部出したし、もうゴールしてもいいよね？という投げっぱなしだったということらしい。